皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑貨はですね、すでに始まっているという、そんな話をしますけど、今日、1月2日ということで、昨日は元日ということで、祝日ということになってるんでしょうね。ちょっと、正確に、暦の読み方というか、正式な、立ち位置というか、そういうものはわからないんですけど。もう、お正月気分っていう感じであることに、私自身も、そうなんですけど、間違いない、間違いないんですけど。ただですね、もう始まっている、タイトル通りなんです。すでに始まっていて、で、ここから今年の計画どうしようかなっていう、そういう考え方って、わからなくもないし、実際問題、多分それでいいんだと思うんですけどね。例えばなんですけど、年賀状なんていうのも 本当は、1月1日の日に、書くものみたいらしいんですけどね。私、そんなに詳しくは知らないんですけど。ただ、私の先輩がそんな風におっしゃっていたのも聞いたことがあって、考えてみると、確かに、そうだったりとか、初詣とかもそうですね。初めて行くから初詣なんであって。で、そこで、今年1年のっていう風に考えるとなると、別に1月、1日の0時になってすぐ行くかっていうとそうでもないし。で、その初詣が2日だったり3日だったりする。当然のことながら、そこが初詣って話になると思うんで。間違っちゃいないんでしょうけども。ただ、目標とか、いわゆる手帳に関して言ったときに、それってどういうふうに捉えるかっていうところになるんですけど、当たり前なんですけど、個人差があって当たり前。なんですけど、ただ、じゃあ、30日ぐらい経った時、1月の末を迎えた時に、あの時、三が日のとこで遊んでなければ、目標達成できたのにとかって、もし思うんだったとしたらとか、年間の目標を立てるにした。1ヶ月ごとの途中途中で、振り返りも当然するんでしょうけど、31日というふうに見てるのか、それとも三が日だっていうんで、もう28日だっていうふうに思ってやっているのかどうかなんですけど、そうすると大概はね、皆さん31日っていうふうに見てやられてるんでしょうから、すでにもう3日、2日経とうとしてるわけですよね。なんで、それがね、果たして年間の目標とか、月間の目標に影響全くないのか、そんな風に考えると、もうすでに始まっていて、っていうところなんで、年末から私も言ってますけども、結局、年始にきっちり目標が立てようとしているのか、それとももうすでに立っていて、で、それが、もう行動に移せるようになっているのかどうかという、そこのところになるんだと思うし。で、毎月毎月それをやっちゃうんじゃないかなという、そういう懸念があるわけです。月の目標を立てましたって言ったときに、1日とか2日に立てて、で、じゃあ3日ぐらいから始めよっか、みたいな話になってたんだとすると、もうその時点で最初の2日間ぐらいはどうなっちゃってたのかな、みたいな。そういうことになりかねないんで、うまく手帳を活用したいというか、手帳が活用できないんですっていうふうに思っているのであれば、1日とかっていうところですぐにスタートできた方がいいんじゃないんでしょうかっていうのが、今日言いたかったことなんですけども、果たしてね、計画、年間の計画、月間の計画、
まあまあ、間に入って3ヶ月の計画とか、今週の計画とか、ね、幸いにしてというか、今週は、今年は、月曜日から始まってますか。霧がいいとこから始まってはいるんですけど、じゃあ果たして、週間の目標とかもちゃんと作ってるんでしょうかと。それが、今日、これからやろうとか、まだ明日もあるやとかっていうふうに思っているのか。そんなことにはなるような気がするんで、これをやっちゃうと、多分何ヶ月先も同じようなことをしてるんじゃないかとか、振り返りをしようとしたときに、1日2日足んないやとかっていうことになりやしませんかっていうことがね、ちょっと心配なんで、まあ、ちょっとこんな話をしてみました。まあ、言うてもまだね、1年間ってなると、まだ全然、先ではあるので、年間の計画ぐらいだったらいいけど、もう1ヶ月とか1週間っていうとかは、なかなか取り返しが難しいので、そういう習慣づけをした方がいいんじゃないかなというふうに思いました。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。うんのたかしがお送りしました。それでは。